台風14号は午前9時に温帯低気圧に変わりました。県内では明け方雨や風が強まりましたが、けが人は確認されていません。降ったりやんだりを繰り返してきた雨ですが、またかなり強い威力で降ってまいりました。風雨ともにかなり強いです。台風の影響で県内では昨夜から断続的に雨足が強まりました。富士市大渕では午前6時までの1時間に34ミリの激しい雨が観測されました。県によりますと、午前6時現在、けが人や家屋への被害は確認されていません。また静岡市で6カ所、熱海市で7カ所の避難所が開設されましたが、現在はすべて閉鎖されています。一方、鉄道には影響が出ました。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は平常通り運転していますが、東海道線では午前中上り下りともにそれぞれ14本が運休しました。いつもはだいたい7時20何分ぐらいです。今日どうなるか分かんないから、ちょっと早めに出てきました。どちらに？ディズニーランドに。正直に行けるか微妙だったよね。動いてよかった、新幹線が。また身延線と御殿場線の一部の区間が午前中運転を見合わせました。